2005年カール・シェーファー・メモリアルは2005年にオーストリアで開催されたフィギュアスケートの国際競技会2006年トリノオリンピックのフィギュアスケート競技の最終予選に当てられた2005年カール・シェーファー・メモリアルはフィギュアスケート競技会カール・シェーファー・メモリアルの2006から2006年シーズン開催で2005年10月12日から16日にかけて オーストリアウィーンのアルベルトシュルツアイスホールにて開催された。今開催はトリノオリンピックの予選となり、国際スケート連盟が主催、オーストリアフィギュアスケート協会とコティジエンゲルマンクラブが運営に当たった。2005年世界フィギュアスケート選手権で出場枠を獲得できなかった国には、トリノオリンピックの出場枠を獲得するための最後の機会となり、男女シングル、ペア、 アイスダンス競技が行われた。競技ごとに、鳥のオリンピック出場枠を得ていない国は1名出場可能と、された。競技ごとに、総数の上限を24とし、出場枠を得た国も出場が可能であるとされたが、男女シングルでは、出場枠を得ていない国のみの参加となった。オリンピック出場枠未獲得国中の順位で、上位から順に、出場枠を1ずつ獲得した。 またこれ以降オリンピック出場枠の返上があった場合は今大会での補欠順位国に順次割り振られるとされた。この大会で争われた出場枠数は以下の通り。ありがとうございます。